片方だけなくなった靴下、なかなか捨てられない。おはよう。今日は子犬たち初めてワクチン打ちに行ったお話。はい、というわけで、みちみちでございますが、ちょっときつかったですかね。狭かったかもしれないですね。子犬13人を連れて、初めてのワクチンということで、子犬たちはね、生まれた日、当然ね、病院で出産してるので、そこから車で帰ってきました。その時以外は、初めてお外に出るっていう感じですね。みんなそわそわしておりますけども、無事に、ほんでみんなね、ワクチン終わりました。で、1回目のワクチンっていうのはですね、注意しなきゃいけないことがね、1点だけあります。やっぱりワクチンっていうのは、体に毒を入れてその抗体を作るということなんですね。それは人間のワクチンと同じです。なので、それによってその毒により、アナフィラキシーショックを起こしたりとか、過敏にアレルギー反応が出たりとかする子が、かなり稀でございますがいます。そういった子に関してはその時に亡くなったりとか、することも珍しくはないです。なので、ブリーダーは割とこの1回目のワクチンの日っていうのは、ドキドキハラハラしながら、行くんですね。まあ、かといって、ワクチンを打たないわけにはいかないので、やっぱり子犬的にはね、ここは頑張って、乗り超えるべき一つの山なのかなっていう感じですけど、それにしても狭い。まあ、ちょっとね、しょうがないですね。頭数も多かったんでね、まあ狭い方がね、こう、うんちとかしないんで、助かるは助かるんですよ。広いとさ、遊び回ってさ、あちこちでうんちとかさ、おしっこするからさ、ね、狭いと割とこうやってさ、ボケーと寝てたりするんで、狭い方が割とこういう時は助かるは助かるんですけど、いやー、というわけで、信号待ちでいたずらされておりますが、暇つぶしにされてますね、信号待ちの。かわいそうですね。嫌そうな顔しておりますが、いや、この子女の子なんですよ。そうだから、お前変な顔してんなとか、うちに残るかお前変な顔してるからとか言われながら、まあ、かわいいですよね。まあ、メスね、2頭お残ししたいなって今回思っておりますので、ね、どの子がいいかななんて考えながら、ワクチンね、うちのおかちゃんと、2人で車で行ってまいりましたけども、いや、なかなか大変ですよ。本当にかわいいですね。まあね、子犬たち的にはね、もう初めてのお外ですから、もう車乗るのも初めてだし、お外に出るのも初めてなんで、ね、記念すべき日になるかなっていうふうには思いますけど、で、やっぱね、こういうストレスでね、ワクチン打った日っていうのはね、下痢したりとか体調崩す子がね、結構います。ね、やっぱこの車のストレスとか、まあ、ワクチン打ったことによる、ものだと思うんですけども、いや、大変ですね。本当に13頭さ、下痢し始めたりとかするとさ、もう大変ですよ。で、下痢するとさ、このうんこの頻度も上がるんですよね。ちょこちょこ小出しにしたりとかするようになってくるんで、いや、もう臭い。で、やっぱ食べる量がね、だんだん増えてきて、出る量もね、当然比例して増えるんで、いや、犬舎はね、まめに掃除しないとね、子犬のうんこでずっと臭いですよ。ケージもね、狭くなってきたんで2つに分けてるんですけども、いや、ほんと毎日毎日ね、もう日に日に大きくなってくる。3日もね、見なかったら本当に、あれ超でっかくなってるんだけどとかね、いう子がいるんですよ。で、やっぱこの子犬の時のサイズ感っていうのは、みんな追いつけ追い越せでね、今週一番大きかった子が次の週はみんなに追い抜かれてたりとかっていうのがやっぱあるんで、こう、なんとも言えないですけども、いや、本当に大きくなりますね。で、まあ、今回はね、頭数も多いので、巣立っていくのにもね、時間がかかるじゃないですか。一気にね、1ヶ月で13頭は決まんないんで、ゆっくりね、飼い主さん決まってってくれたらいいなって思ってるんですけども、いや、またほんでね、どんどん大きくなるから、今度そうしたらもう1個ケージ買わなきゃいけないかなとかさ、ね、検討中でございますけどもね。子犬まだまだ、飼い主さん募集中でございますので、ぜひぜひね、フレンチブルドッグの、子犬お迎えしたいなって悩んでらっしゃる方は、下の概要欄にホームページあります。そちらからお電話いただければ、見学可能なので、ぜひね、不明店などお値段等に関しましてもね、気になる方はお気軽にお電話いただければ幸いですね。え、早く飼い主さん決まんないかなっていうの、半分いなくなったら寂しいなっていう半分っていう今ね、心境ですけども、パワー。
はい、というわけで、よくある質問に犬も車酔いするのっていうのがありますが、しますね、三半規管っていうのがやっぱり犬にもあって、車酔いします。で、車酔いしやすいことをしにくいのっていうのがいるんですけども、これはもうもともとそういう子もいれば、まあ人間と一緒で慣れます。基本的にはやっぱり車でお出かけする機会とかを増やしてれば、車酔いしなくなりますね。やっぱちょっとねゲロ吐いちゃったりとかね、なんかそわそわして落ち着かなかったりとか、ぐったりして体調悪そうにしたりとかっていう子出てくるんだけども、まあ慣れますね。そうそう、でさすがにね、僕らブリーダーの経営者なんで、車慣れさせるまではねちょっとしないんですけどなかなか連れ回すのもね、そうリスクがあるので、このぐらいの月齢だとね、なかなかね車も慣れさしときましたからっていうところまでは持っていけないんですけども、お引き渡し後にねドッグラン行ったりとかねたくさんしてればすぐ慣れると思うんで、車酔いはそんなに心配ないと思います。というわけで、帰ってきてみんな寝ております。一人起きてますけどねそう、みんなぐったりですね、疲れて寝ておりますけども、やっぱりワクチン打った日は安静にします。すぐ遊んだりとかするとね体調崩したりとかするんで、とりあえずは、安静にしてゆっくりさせて、半日ぐらい、寝たらもう遊んでいますかね。でこっからまた1ヶ月後に2回目のワクチンを打って、そっからまた1ヶ月後に、もう1回ワクチンを打つ。全部で3回子犬っていうのはワクチン打ちますね。成犬は年に1回ですけども、子犬っていうのは1回に打ってしまうと体に負担がかかりすぎて、命をね落としたりとかすることがあるので、3回に分けて打つんです。で特に1回目のワクチンに関してはかなり量を少なくしていますね。だから同じ量を3回打ってるわけじゃないんです。で1回目のワクチンは、獣医さんなんかはよく捨てワクチンなんて言ったりとかしますね。まあほとんど意味ないみたいなまあ気持ち程度の、っていう感じです。でまあね、そう体が小さいんで当然なんですけども、で今はそうおっぱいからね、ママのおっぱいからもらった抗体で、生活してるんですね犬たちは。そう母乳から、たくさんの栄養とともに、そういうねワクチンの代わりになる抗体とかも、ママからもらってるので、それでね、こうして元気に生活しているわけです。でそれもやっぱり期限があって切れてしまうので、とりあえず1回目ワクチンを少し打っといてつないでるっていう感じですね。なんで本格的に、しっかりワクチンの効果を果たすのは、まあ、2回目からって言われてます。でまあこれも結構獣医さんそれぞれブリーダーそれぞれの見解があるんですけども、ワクチンなんか2回打ちゃ十分だよっていう人も結構いたりとかするんですね。でうちは一応ね3回打つように、まあなんかあったらねしょうがないから、そうそう3回打つように推奨してますけども、まあブリーダーさんとか獣医さんによってはいいよ2回でって言って2回だけにしている人も多いです。いやーというわけで、まあ、ワクチン打ってまいりましたけども、1回ワクチン打てばね、お外どんなところ行っても大丈夫っていうわけではないんですね。基本的に一般のご家庭であれば2回目のワクチンが終わって、まあ、3日後ぐらい、からお外に出れます。まあ、ママと抱っこしてでもいいし、地面に下ろしてお散歩したりも2回目のワクチンを打てば OK で、ただドッグランとかで不特定多数のワンちゃんと遊ぶのは、ちょっと3回目のワクチン打ってからの方がいいかなっていう感じですね。まあ、あとはなんかすげえ汚ねえとこなんかね、なんかすげえここ汚ねえなっていうとこ歩かせたりするのも、3回目のワクチン終わってからがいいかなっていう感じ。まあ2回目のワクチン終わった段階でお外にねちょこちょこ連れ出して、慣らしておいて、本格的に3回目終わってから、社会化、外に出ていろんな犬とかね、そういろんな場所に行くのがいいかなっていうふうに思います。まあなんでワクチンが遅れるとその分社会化がね遅れるんで、うちはなるべくね早く最短でワクチン打つようにしてます。で犬舎に残る子たちに関してはもう2回目ワクチン打つ前に軽く外出したりとかも、し始めますね。社会化を優先させてます。まあうちの庭なんで庭なんでね、そうそうたくさん病気あったりとかする場所じゃないんで、大丈夫かなっていうところで、そう2回目の3回2回目3回目のワクチンで、ね、待って、お外デビューしてるともうずっと家の中にこもりきりになるんで、なるべく早くね外にも出て母犬たちとねしっかり遊ばせるようにしてます。またそういったね映像もお楽しみにしていただければ幸いです。というわけでトゥシュトゥ、今日のワンコ、皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日のワンコはジャック。日本で最も高額なオス犬で世界トップレベルの血統だよ。チャンネル登録と高評価ボタン忘れずに押して帰ってね。それでは皆さんにとって明日もいい日でありますように。
じゃあねー。